セクシー田中さん原作改編騒動で、青ちゃんぺさんが脚本家のあり方に苦言。お前が生み出した作品でもないのに調子乗んな。ガネットではない。内容はこちら。セクシー田中さん原作改編騒動で、青ちゃんぺさんが持論を述べたようです。では、青ちゃんぺさんのポストより内容を見てみましょう。青ちゃんぺ。某脚本家さんが原作者さんへ取った態度が話題ですが、私が言えることは一つだけです。お前が生み出した作品でもないのに調子乗んな。以上です。0から1を生み出すって、AI でもできない本当にすごいことなのに、他人が生み出してヒットさせた後に横取りして自分のもののような顔するの、マジで人としてどうかと思うし、原作にリスペクトないスタッフが作る実写版ほど、しょうもないものはない。この件に関わらず、出演するのにキャラに髪色すら寄せない女優とかも、マジで大嫌い。プロとしてのプライドがない人多すぎる。ゆるパンダも、青ちゃんぺさんの意見に賛同します。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。まさに青ちゃんぺさんの言う通り、自分で生み出してもないものを自分の功績にして選ぶっている。そんなのおかしいですよね。本当にこれ、むしろ原作をいかに脚本家が忠実に映像化させられるかが腕の見せ所なんじゃないかと思ってるけど、改変してしまう人って脚本家としては三流だと思うわ。人として何かを失っているのかもしれません。原作者の作品への思いがどれだけ大きいものなのか、それを理解できていない脚本家が多いのでしょうか。次はこちら。ヒットさせた後に横取り。やってることが同人誌なんですよね。盗っ人なのに傲慢なのがすごい。そう、創作者を食い物にし、自分が創作したと平気で主張する集団です。僕はこの行為を原作レイプと言ってます。そういう連中にとって漫画等は単なる金儲けの道具程度の認識でしかないんだろうね。これが全て。ゼロから生み出した人が絶対であるべき。ゼロを1に変えた人が王です。ゼロを1に変えることがどれだけ大変なのか、脚本家は今一度考えるべきです。次はこちら。原作者に対する態度に関して、脚本家さんがおこがましい様子を見せているようですね。自分の作品だと思いすぎかもしれません。原作者に対する態度が問題視されているようですが、自分の作品でないなら謙虚でいるべきですね。原作の面白さや人気のおかげなのを忘れてますよね。ほんまこれ、脚本家って名前が生きらせてる要因だろ。作品借りさせていただいてます協会に改名せ。これをきっかけに他人のふんどしでおまんまいただいていることを強く認識してもらいたいものです。おごり高ぶった脚本家は、これを機に脚本家の立場を見つめ直してほしいですね。最後はこちら。まあこれはその通り。原作者のおかげで飯食ってるんだから、もうちょっとリスペクトをしないと。漫画の映像化って、本当、数十万とかしか作者には入らないのもいかがなものかと思う。広告的に原作売れるというのもわかるけどさ。ゼロから作ったわけじゃないのに、原作に手を加えて自分の方が面白いもの作れるってドヤ顔する人いますよね。創造性やリスペクトが欠けた行動は深刻な問題。オリジナリティやプロの誇りを大切にすることが良質なコンテンツの生み手として重要。実写化する場合には、必ず作品に愛を持った人に作ってほしいです。原作にリスペクトできないような人は、実写化に関わるべきではないと思います。結論。セクシー田中さんの原作改編騒動を皮切りに、脚本家という仕事に注目が集まっています。そんな脚本家という仕事に注目が集まるさなか、日本シナリオ作家協会の脚本家同士が語る動画が大炎上し、脚本家のイメージがさらに悪くなっている状況があります。ですが、すべての脚本家が悪いわけではなく、作品をリスペクトし、原作者が納得のいく作品作りをしている脚本家もいます。
とにかく、この悪い流れを断ち切るべく、日テレは迅速に記者会見の場を設けるべきです。そうしないと、さらなる悲劇につながりかねないと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。